はい、では始めていきたいと思います。9月24日ですね。何曜日でしたっけ。火曜日。なんか祝日が挟まってるので曜日感覚がちょっとずれています。前回は 19? まあそんな日にちは経ってないですよね。なので特別話したいことっていうのは特にないんですけど、話したいことよりとりあえず起き上がってほしいと思って、そう早速ね逃げなきゃ、まあとりあえずなんか一発目から出るのは なんかいいですねなんとなく。この5日で何か話すネタはあるか、その前に倒せるのか、倒せる、まあ前カメラ買うとかいう話をしたっけかな、多分してますね。でもなんかいろいろ調べるとやっぱり高いカメラの方がなんかよく出るの。全部逃げるか。高いカメラがねやっぱり画質とかいろいろ見ると全然違いますね。だからなんかな、買うのがちょっと躊躇している。なんか安いカメラあったんですよ。まあでも、ねえ、まあそんなに YouTube で何かしたいわけじゃないから、思い当たることがないから、したいことで。ちょっと迷ってますね。でも、なんか安いカメラ買うのも嫌っていうのもあるし、ある程度高いね GoPro 買っとけばなんか変なもの買わなくて済むっていうのもありますしね。ちょっと今ほんとまだ迷ってますね。まあ、GoPro 買うんだったらなんかね、なんかやりたいですけど、まあでも世界観広がるんだったら GoPro なんだろうなとは思うんだよな。なんか安いカメラはね、なんか4,5千とかで売ってるんですよね。最初それ買おうかなと思ったんですけど、やっぱりね、買い物、わからない買い物ってあんまり怖いんで、いろいろ調べて、そのカメラの種類のね、このカメラを買ってみたとか、画質を見てみたとかな、いろいろ動画があったんで、それ見たんですけど、やっぱりだいぶ違う。ちょっと買うのに躊躇するような画質だったり、手ブレ補正とかな、4K とかいろいろあってね、ちょっとね、もうすでにAmazon に5000円のギフト券買ってもう入金してるんですけど、ちょっとねためらってますね。せっかく買うならやっぱり何かこうね、自分の何かこう広がるような買い物はしたいので、何がどうなるかわかんないから、だったらねこう動画にもできる GoPro 買う
ていうのがやっぱりいいんかな。なんか焦って消費税上がるからとかでちょっと買うと逆に損するかなっていう。なんだっけ、安なんちゃらの銭失い、出てこないわあるじゃないですか、安物買いの銭失い、ちょっと正しい言葉が今出てこないけど、そんなあるじゃないですか。うん、だからちょっとな、うん、って思っている、のと、じゃあ GoPro 買って何したいってなってくると、そこがね、明確なものがないから、自分がねこうやれるもの、まあ、メダルゲームはやりたいですけどね。ただ自分がねこうたまに行くホームにしているゲームセンターが OK なのかがわからないですし、別にその店員さんとこう仲良く喋る中ではないからなかなかね、うん、とはいえこっそり撮るのもね、なんかね良くないなと思うので、禁止だった場合やっぱりねちゃんとルールは守ってやりたいものですしね。うん、なので、うん、そこがね、他に何やりたいか、個人的にやりたいのはあるけど、じゃあ動画になるって言われるとならないから編集でどうにかする釣りって言ったってな、釣り YouTuber いっぱいいるしね、いっぱいいるところ、まあでもね、それもあるし、そのなんていうかな、釣りうまくないんですし、まあ下手くそなわけですよね。動画にしたらまあならない、動画にはならないんですからね。だからまあそれもちょっとね。他には他に何がある？うん、体を動かす系ね。最近は歩いてばっかりなんで、歩いてばっかりっていうか、まあその歩きもねちょっと喘息があってできてないんで、まあ、だから GoPro 買うのちょっと躊躇しているっていう結局ね時期じゃないんだなって思いながら、じゃあいわゆるその安いカメラ買うっていうのもちょっとね、じゃあせっかくその5000円入れたのはどうするかってなってくると、またなかなかね、倒してくんないかい、逃げないね、はい、オッケー。趣味が多いわけではないので、難しいですよね。ナイス。サッカーは好きですけどね、やるってなるとまたねから喘息が引っかかってくるから、ボール蹴るぐらいだったらいいですけどね。バッティング、野球も打つぐらいだったらいいけど、
ストラックアウトのやつもあるけど、ひどいから、ゴルフ始める。打ちっぱなしもあるんですよね、近くに。でも止まってるボールが当たらない。ゴルフをやったことがないから。一度だけ打ちっぱなし行ったこと、打ちっぱなしっていうか20、30球で200円だかでいうのがあって、それを一回だけやったことがあったんですけど、まあ、なかなかやっぱ当たんないんですよね。で、当たってもなんかすんごいライナーでビューンって飛んでって、わけわかんないとこ行って、これならなんか止まってるボールじゃなくて、こう投げられたボール打った方が当たるなっていうレベルなんで。お、なんか今日は枯れてますね。まあ起き上がってこないけどね、期待はしてるんだけどね。その前にさ、まずはぐれ起き上がれって話だし、そのもうちょいこの動画の頻度も上げたいし、2日に1回ぐらい上げたいんですけどね、本当はね。なんか調子いいな。まあこっちが調子悪いけど、まあ、増税前ということで、いろいろ本当に迷ってますね。あとは、なんか買い物もいっぱいいろいろしているし、結構バタバタしてますね。帽子も買いたいんだけどな。帽子買いに行くのがちょっと、近くでは売ってないので、と町の方まで、町の方というかまあ別に田舎じゃないですけど、駅前の方まで、パルコまで、パルコだっけあそこ、頭がある、ま、あのお店パルコだったかな。おおおお、まあな。なんかつばがついてない帽子が欲しいんですよ。冬のために、冬用の。冬用っていうか、まあ秋ぐらいの感じの。はついてるのは持っているので、あんまつばついてるのなんかあんまり嫌なんですよね。持ってるけどなんか嫌なんですよね。あれ、ちょっと待って、なんかおしゃれじゃないって感じがなんかしちゃうん。なんかくるりんぱってなんかっていう感じになっちゃう。なんか熱湯風呂臭いっていうか、なんかそっち系になんかなっちゃいそうで嫌だっていうのが、なんかね、いやー、はぐれ枯れてたんですけどね、やっぱ起き上がらないですね。でもなんか匂いがなんかいつもと違う。まあねって言って、まあ、256分の1なんで、まあ、まあまあ、仕方ないですね。次がラストにしましょう。はい。ということで、今回はここで終了にします。
自分は2本目撮ろうかな、これから。はい、では、ご視聴ありがとうございました。